アドバイスは、何個かいただいたので、はい、自分がね、だけのパンチを当てる、それのポイント、はい、何ができたら自分のパンチだけが当たる展開になると考えてますか？そうですね、はい、やっぱ自分の得意な距離ですかね、得意な距離、大悟さんの近い距離入れないで自分だけの距離で当てて、強いパンチをその自分の距離から当てて倒すっていうポイントかなと思ってます、はい、あと前回そのやった井上尚弥とのスーパースパーリングっていうのは今回は結局どうだったんですか？そうですね、はい、そのこの前やったマススパーはやんなかったんですけど、でも集中トレーニングに参加させてもらったり、普通の当てないマスとかも何度かやらせてもらったりしたので、なんかマロニー戦より前、マロニー戦より一緒に練習させてもらいました。はい、まあ、ああいうマスがガチになったような、ああいう展開はやってないけどっていう。やってはないですね。はい、どうですか？どうです？いや、やってるんですよ。やってる。まあ、そうですね、別に直哉がやろうって言わないんで、はい、こっちから求めるもの、はい、大丈夫です。あと、まあ、その井上直哉がエキシビションで伊賀とやってて、ね、あれ内容としてはもう井上直哉が圧倒したんだけど、なんかああいう経験をもとに井上直哉からのアドバイスというか感じた感覚をなんか伝えてもらったことってありますか？あ、はい、それこそ本当に当てないマスをやった時にこうアドバイスは何個かいただいたので、はい、それをもちろんイメージしながら練習もしてます。